オッケー。ということでさっきね、東の発表があって、東8位でしたね。投票してくれた方ね、ありがとうございました。8位一応票数が20分に出るらしいんですけど、そう、西の1位下尾美優さんの票数もすごかったので、そう、普通にでも票数見たいです票数見たいですねってあれですけどの追い上げがすごかったですね。だってそう、結構西は最初全然ねあれだったんですけど、それもすごい上がってたしね。1位はねずんちゃんということで、ずんちゃんの票数やばかったねやばかったね。票数待ちって感じなんですけど、とりあえずね、一応総合10位以内じゃないと特別賞もないのであれなんですけど、19分あと30秒、まあでもね、投票してくださったりとかツイートとかたくさんしてくれてありがとうございました。本当に昨日配信できなかったので、今日はどういう結果でも配信しようと思ってたんですけど、とりあえずあの配信中に受け止めれるか分かんないから見てから来たんですけど、そう、ね、たくさんなんか最後の日とかもさ、すごい投票したよってたくさんコメントくれたりとか、私のグラビア見たいとかね、一番可愛いと思うよとかね言ってくれてありがとうございます。本当にお総合入らずですね。10小熊つぐみさんが10位、ところ1個、あれ1個上でしたっけ、ギリギリ入れなかったのかな多分もしかしたらギリギリかもしれぬね。10位以外も結果出してほしいな10位以外も結果出してほしいなね。
普通にさ結果がどうとかじゃなくてどれくらいさみんなが入れてくれたかはさ気になる気になる気あれあれあこれですね出ないのかな10以外ポチポチしたけど力及ばずごめんねだって全然もう皆さん謝んないでください全然ええ出ないのかな出ないっぽい感じする気がするな10以内でしたっけ発表されるのってもともとね、票数分からずかな。でも本当にね、皆さんありがとうございました。いや、本当に。本当に。いや、でもね。いや、でもね、でもないんですけど。なんか全然最初と変わりましたね最初とそう変わりましたよねうん悔しいけどうんないともええんやでだって泣かないけどそう、うん、いやこれってさいやまたいや何でもないです何でもないですって言ったらなんですけどねっなんとなく11位っぽいなだってね11位 だったら嬉しいような悔しいようなって感じだけどなんかどういう感情を抱けばいいかが分からないでもなんか雑誌の撮影とかが目標とかなのはずっと変わらないからなんかめげずにというか頑張ろうっていう感じですね。京天さんか綾香が11位だって。そっか。でもどん前回の結果的にどうとかあるのかな。ちょっともう iPad あ
動いた。ちょっとお待ちくださいね。あ、おお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 。ああ、そういうことね。わかんないね、でも。今後もアピールしていこう、そう。これからも前田彩香図鑑で彩香ちゃんの宣伝つけようだって、お願いします。それは本当に、うん、いやでも本当に、いやもっと悔しがった、いやもっと悔しがった、いや悔しがってるんですけどあれなんですけど、そう、悔しいので次に何かあったら立候補してだって。いやでも悩むかな悩むかなとか言ってみる。そう、こんな日は素直になる、え、素直になってるんですけど違うんですよ、なんかいろいろか、いやいろいろ考えちゃってダメなんですよね結局。こういう時にさ、もっとさ、なんか悔しい姿とかさ、なんかさ見せ、なんかね、見せれたら、見せれたらって言うけど、なんかあれだ、言い方悪いけどいいんだろうけどね、そういうのできないできない、いや悔しいんですけど、そう、なんかそれでなんか悔しがってないとかいうのを思う人は、あ、いるかもしれないけど、そう、なんかそういうのじゃないんですけど、そう、なんやな、ん？そう、そう、悔しいんだけど悔しいのを上手に伝えれないっていうか、そう、下手くそ、下手くそですね下手くそなんですよ本当に。まあそこも含めてダーマイなんだよね、だって。ありがとうございます。いろんな人に言われるもん、めっちゃ生き、なんか生きるのが下手くそってめっちゃ言われます、そう
でもまたこれでなんかさ言われるんだろうなと思うけどまた言われるんだろうけどね。なんかそう何をってなんかだからダメなんだよとかなんだろうな、変なプライドが邪魔してるとか言われる言われるそう、だからそこも含めて好きになれる人が応援してほしいですそう、でも本当にいや分かる、めっちゃ分かるわけよ、普通に伝わらないんだろうし響かないだろうしあれなんだろうです、あのそういう感じなん、そういうあのファンの皆様のご意見というのはすごく分かるんですけどすごく分かるんですけど、でも無理無理、無理、なんかさいわゆるさなんか周りの機嫌を取ってとかごますってとかそういうのが本当に無理なんですよ、だから無理です無理です、なんかいやだから そこをだから直せって言われるのはわかるけど無理、もう無理無理なんだよね無理なんだよねっていう、そう、だからシンプルに次頑張ろうって思うし、まあ反省を生かせよとか言われるかもしれないけど無理なんです無理なんですっていうのはあれなんですけど、そう、11だった、だって18763票だって、ありがとうございます。えってかめっちゃ、えってことはさすごい倍近く伸びてるんですね、8日から、すごいありがとうございます。いやそれだけですごい嬉しい、それだけでって言ったら違うかもしんないけど、なんか順位は悔しいけど嬉しい、ありがとうございます。ね、えどこに乗ってんのどこに乗ってんの、カッポーさん AKB グループ新聞の方には出てこないけど、やばい、カッポーさんに飛べない、カッポーさんに飛びたいよ、カッポーさん、お、ほんとだ、ほんとだ、18763票ですね、ありがとうございます、すごいね、
ってことは順位との差は3万くらいですね。3万、まあ3、あ、さ、じゃあ3万じゃない、3000、3000くらいか。でもやっぱそ、1位ずんちゃんと奈良美晴さんの障害すごいね。あ、ちょっと待って、ちょっとリツイート、あと、あとで、あとでリツイートします。今はやめよう。はい2800くらいね。悔しいけど、でもなんか前回の発表より2倍くらいになってるのがすごい、すごいというか感謝だしね、めっちゃ嬉しいです。あ、カッポーさんだカッポーさんだこんばんカッポーだ、カッポーさん、ええとか言っちゃった。え何かさせてください、何かっていうかさせてくださいだってファンの方めっちゃ頑張ってくれたし何か、あやかさんとファンの皆様の熱意は編集部にも届いてました。だってありがとうございますね、詳しい。あとちょっとだったもんね、皆さんありがとうございます。具体的に何がしたいか言ってみようだってじゃあ、カッポーは餌、餌ばかりかな、食べて何もしてないですが苦笑いだって。特別賞ください惜しかったでしょうください、惜しかったでしょう、いいですね、惜しかったでしょうください惜しかったでしょうくださいじゃあ私グラビア大好きなので、グラビア大好きなので、なんかグラビア、あの、あの入賞した方々のグラビアを語る、語るちょっとミニコーナーくださいミニコーナいや普通に、あの普通のあれだったら難しいかもしれないから、やっぱ解説
解説コーナー、このカードのどこがいいかっていうのを語るミニコーナーください。え、もともと前田彩香さんを取材させていただきたか、ば、噛んじゃいただきたかったので必ず近々よろしくお願いします。だってありがとうございます、嬉しい、ありがとうございます。ありがとうございます、ありがとうございます、いや本当にありがとうございます、嬉しい、ありがとうございます、朗報だな。もう誰かスクショしといてください。誰か、あ、カッポーさんのコメントスクショしましたなって、お承認たくさんいますよろしくお願いします。ありがとうございます、優しい。みんなで証拠を押さえましょう。ダメです、そんなあの圧はダメですけど。ありがとうございます、いや嬉しい。嘘つきで焼き鳥にされないよう約束します、わらだって、面白い。はい、よろしくお願いします。やった、ありがとうございます、嬉しい。それもスクショしました。面白い。ギャグセンス高めですね、ありがとうございます。焼き鳥案件面白い。嬉しい、朗報や、朗報、朗報、ババン。お嬉しいですね。キャラ通すのすごいな、だってすごいね、本当に本当に前田さん熱演に感激してたので、何かしらファンの方がだったか、噛んじゃう、ファン、何かしらファンの方々への恩返し実現しましょう、だって、ありがとうございます、いや本当にありがとうございます、嬉しい。だってじゃあ皆さんに恩返し、パーンパパパパーンね、肝心なとこで噛むなよ、だって汗なんか舞い上がっちゃうね、いやなんかありがとうございます、なんかありがとうございます、企画がっちり考えようだってね、なんか入った人たちよりもいいもの作れるように私も頑張りますね、じゃあありがとうございます。嬉しい、これも最後まで諦めずに投票してくれた人のおかげですな、いや本当にそうですよ、ありがとうございます、いや本当にありがとうございます、いや正直、こんなこと言ったら失礼かもしんないけど、あのこんなにあの2倍くらいになってると思ってなかったので、すごいこう見えてすごいびっくりしてるし、こう見えてすごい嬉しくてそう伝わってないかもしんないんですけど、本当になんか、いやもしかしたらそう本当にね諦めちゃう方とかもいるのかなと思ってたので、すごい本当に嬉しかったです、本当に。だからすごい票数が気になって仕方がなかったんですよ私、そう
ね、嬉しいです。それこそ本当ね、この期間でファンになってくれた方とかもいるので、すごい本当に嬉しかった、嬉しいです。本当にそう、早く入れろと。いやでもそれもファンの方々のさ作戦みたいなのもあるかもしれないから何とも言えないんですけど、なんかそう本当に嬉しかったです。本当に嬉しか、嬉しい、とても嬉しい、いや伝わっ、あ、とても嬉しいです本当に。そうね、本当にそうですって、カッポーさん本当にそうね。ね、でも皆さんこれで年間購読者だからいっぱい読みますね。ね、ね、だから皆さんがぜひ年間購読の間に企画やりたいですね。企画というか取材していただきたいですね本当に。年間切れの次の月に前田特集やなって、でもファンの人泣いちゃう。ファンの人泣いちゃう。実際読んでみたら面白かっただって、ね、そうですよね。本当にボリューミーというかね、随時更新されるしね。すごい情報が飛び込んできましたけどね。ちょっと流し。という感じでね。いや本当ありがとうございます。いや本当にカッポーさん、みんなで同じようなこと言ってるけどね。まあまあそう、そうでしょ、そうでしょうねって言ったらあれなんでしょうけど。まあいやでもありがたい、本当にありがたい。でもね、それができるのも本当にファンの皆様のおかげだし、本当にありがとうございましたね、本当に。
という感じで朗報が来ましたが、感想がすごくて、ウォーター、みんなに焼き鳥ネタ言ってるのかななんて、それはやばい面白いね、うん、と応援する件だって、ありがとうございます、本当ありがとうございますね。そう、まあなんか、うん、でもあれなんですけど、彩香ちゃんのことずっと気になったけどなかなか見れなかったので、今日たくさん教えてくださいだって、フレームスは初見ありがとうございます、うん、ずっとこれからもアピール大事よだって、そうね、そうですね、とってもそう思います、いやとってもそう思います、いや本当にそう思います急に元気、いや本当にそう思います、いや本当にね、この期間にやっぱね思うのはやっぱりね、いやこの期間じゃなくても、ほぼ毎日思ってるんですけど、本当にSNS の使い方、ね、下手くそであれなんですけど、いや本当にそう下手くそで申し訳ないんですけど、そう、いや前田彩香図鑑とか言うって言っちゃいけないんですけど、うん、っていうとか言うじゃないっていうハッシュタグもできましたし、そう、なんかね、今はなかなかいい写真、外で写真撮ったりとかもできないし、あれなんでインスタもねなかなかちょっと更新できてないんですけど、更新できるように頑張ります、はい、ね、私のお仕事お仕事っていうか、とりあえずいつでも可愛くいるというの大事に生きていきます、生きていきます、活動していきます、本当可愛く美しく綺麗な状態を保つそしてアウトドアとまではいかなくても、そのね、それをお届けできるように頑張りますって、本当に、焼けないように、本当アウトドア、なんかさ人と遊ばないし人と会わないし人とどっかに行ったりしないから、大体家でしか写真撮らないですよ、だから、まあ、今はあれで、あれですけど、なんていうの、外でお写真撮ったりとか
ね。そういうなんかバリュエーションっていうなんかやっぱさ、ね、そういうのをね、今もあれなんですけどね、ちょっとこれ前から言ってますけどね、積極的にできるようにちょっと頑張りたいなと思っています。はい。そう、でもないんですけど、本当に今はさ SNS が主じゃないですか、結局ね SNS が主だから非常にあの入る前からね SNS がすごく苦手なんですよ。だから非常に苦戦というか、もっとこうしなきゃいけないっていうのは頭に一応あればするんですけど、なかなかいいものというかね、難しいね。そう今までは劇場とかさ、いろんな活動があったから、じゃあ SNS が得意な子とか、じゃあ劇場公演が得意な子とかさ、いろいろなんかバリフリがされてたと思うんですけど、バリフリというか、まあ、それぞれが輝ける場所で輝くみたいなね感じだったと思うんですけど、今はそうじゃないので、何が得意なのだって、何が得意かな、いやでも何が得意かな、でも AKB の活動で好きな活動はやっぱり劇場と握手ですね、本当に。なんかあと層が得意ですって、確かに確かにそれはそうですわ。なんか拾おうと思ったんですけど、モバメは面白いし可愛い写メ、かっこ面白い写メ多いと思うようだって、ありがとうございますね。ありがとうございます。でもモバメプラメもなんか最わかんない、ほんとここ数ヶ月でなんか気軽に投稿できるようになったというか、そうなんかいろんなことをね投稿できるようになってきたなっていう感じはします、本当に。
ね。なんかでもそれはいろんなメンバーさんのね、メール取ったりとかして、そう、だいぶだいぶできるようになったか、なるようになっておりましたね。でも本当にわかんない、多分もう人もう私ツイッターとかもさ、多分公式ツイッターってか、何人フォローしてんだろう、150、インスタも結構いろんなね方フォローさせていただいてるんですけど、一回もちゃんとタイムライン見たことない一回もタイムライン見たことないんですよ。本当にたまたま上にあったものを見るくらいで、自分が投稿するか自分が調べたい時か通知が来てるから開く時かくらいしか本当に見たことないっていうか、そう、インスタも本当に見たこと、ちゃんと投稿を見たことが見る努力ってだからなんだろう、本当に SNS に疎いというか、現代っ子っぽくないんですよね本当にそう、見たことないあんまり暴露ですけど、めっちゃそう、 あとそう、言おうとっていうか思ってたんですけど、そう、インスタとかのいいねができなくなっちゃったので、そう、なんかこれから私はどうやって、まだインスタの皆さんから来たコメントをいいねするというか、私のことをなんかタグ付けしてくれた投稿にいいねするっていうのがね、まあ、まだそこで SNS を頑張れてたんですけど、それがなくなってしまうSNS 頑張れてたっていうか、まあ、一つの私の特徴というか、まあ、あれだったんですけど、できなくなっちゃったので、そう、そう、あれなんですけど、いろいろねあって、ルールとかの変更があってできなくなっちゃったんですけど、そう、そう、だからなかなかまたねSNS の使い方というか、あれもなんか厳しくね、あ、そう、755の拍手もね、多分あまりよろしくないだろうけど、確かにそこ聞くの忘れましたね、うん、でも本当にこれからもちゃんとチェックするし、なんかそこは信じていただきたいというかそう、信じてほしいなって思うな、そこは見なくなってたんだなとか、そういうのじゃなくて、そう、見てるから、これからもコメントしてくださいそう、ぜひ、うん、ちょっと待ってね、ちょっとお待ちください、忘れないうちにちょっと質問しとこう、
ちょっと待ってね、ちょっと待って、ちょっと待って。まあこれは要確認ということで。そう。でも私ルールふわっとしてるのすごく苦手な人なの、苦手っていうか苦手な人なので、そこがなんかすっきりして私はすがすがしいんですけど、とってもすがすがしいんですけど、そう。ね。まあ。世の中いろいろ厳しいですから厳しいですから仕方ない。ね、ルールで縛ると良くないよね。だっていやでも皆さんからしたら良くないかもしれないけど、てかメンバーも良くないって思ってることがいるかもしれないけど、結果的に自分を守ることになるね時もやっぱ出てくると思うので、もうこういう何ですか、なんちゃら正義なんちゃらとかさ、なんか、ね、それこそ自粛警察ですとかねありますからね、自分たちを守るためのルールでもあるので、そこをなんかゆるーく一区よりきっぱりみんなこれでしましょうってやった方が、だってあの子はやってるのにこの子はやらないってねなっても苦しい、メンバーとしては苦しいだけなので。私はそれで結構初期の方とかね、本当に私はルール守りたい派だけどみたいな、そうでもあの子はやってるのにとか言われるのがすごい苦しかったので、本当にだからね、そこはなんかファンの方は守ってほしいなって思うな。思想が風紀委員だからな、綾川なんて。まあそうね。こっち側には運営からの説明はないのかなって、いやないんじゃないですか、ないないする必要、そんなねめちゃくちゃ細かくする必要も別にないないかなと私は思ってしまうな。彼はだから例えばじゃあ誰々があんまりこの時間しなくなったなとかなったら察してあげてほしいなって私は思うな。なんかなんでしなくなったのって言うんじゃなくて、なんかもしかしたらそういうのが決まったのかなとか、そう優しく優しく見守ってほしいなと思う。多分それでまたね、なんかなんで
こうなったのとかね言われる子もいるだろうし、たくさん。という感じです。だからこの配信を見ている方はね、私だけじゃなくね、あんまりなんであれしなくなったのとかはなんかね言わないであげてほしいなって思うな。はーいはーい、という、まあちょっと脱線しました。なんか結構いろいろ脱線しましたけど、そういう感じで。でもルールファンも知ってた方が良き。でも逆にさ、じゃああの子破ってないとかなっても嫌じゃない？なんかそれメンバー内とかさ、うちうちで収めておくべきことだけどさ、それをさ、じゃあファンの方が引っ張り出してあの子は守ってないとかなってもちょっと嫌じゃないですかって私は思うな。まあ、それを押し付けるつもりはないですけど、うん、なかなかあれですが、ね、その中でもまあ頑張りたいなっていう気持ちはとってもあるので、そうだから本当に読まなくなったとかそういうのではないので、本当になんかそう本当に前田映画図鑑も見てますし、インスタのコメントも見てるし、インスタのタグ付けしてくれてるやつとかも見てるし、そうだからそこら辺なんかね、読まなくなったからとかじゃなくて、これからもぜひたくさん送ってください。いろいろ送ってくるリプとか何でもいいんですけど、そう最近ね、私はこの本当にまた SNS の使い方が分かってないんだなっていう事例を一個ご報告、引用リツイートの引用リツイートってあるじゃないですか。引用リツイートしてくれたやつって、まあ、通知にね来るんですけど、一応ね通知には来るんですけど、まあ溜まってたりするとさ、なかなか全部見れなかったりするんですけど、なんかリツイートのところから引用リツイートの投稿全部出てくることを今知ったんです。今ってか最近ほんと 2,3 日前くらいに知ったんですよ。自分の投稿のリツイートかなんかのところを見ると、誰がどういう風に引用リツイートしてくれたかみたいな一覧がバーって出てくることをこの間知って、なんていい機能なんだって思いましたそう、なんていい機能なんだっていうそう、知らなかった今まで。みんな知ってましたか？いや本当に知らなかっただよねだから頑張って通知遡って、その
リプに関してはさ、投稿からこうやって見れば見れるけど、引用リツイートに関してはもう通知をなんかいいねが何件来ました、リツイートが何件来ましたとか、フォローが何件とかいっぱいある中をこうやってあさって頑張って見てたんですけど、それをしなくてもいいっていうことをこの間知りました。そう。ね、なんかそういうとこもなんか勉強至らないところもたくさんあると思うんですけど、ちょっと勉強しながら頑張りたいと思います。本当に。そう、しかもさ、なんかこの共感できる方がどれくらいいるかわかんないんですけど、通知がめちゃくちゃ溜まってる時とか、投稿したての時とかだと、なんだっけ、その通知をなんかさらに見るみたいなボタンを押すと、なんか変なところに飛んじゃったりとかするんですよ。でなんかもうどこまで見て、どこからが見てないのか分かんなくなって、はははっていうことがいっぱいあったんですよ、本当に。それは今でも解決してないんですけど、なんかだからめっちゃいつも通知見るのすごい大変なんだけど、頑張って見させていただいております、本当に。そう、初見のユンちゃんさん、普段リップ何使ってますか。だってリップ初見さんは読もうのかい。ロム&ちょっとなんか老眼みたいになっちゃうんですけど、 JL キント08番です。急に話の変化球がすごいけど、これかん。キャンメイクミルティルミナスヌージュ04番です。ゴム巻かれてるけど、急に。という感じです。すごい塗りすぎた。また攻めたメイク配信しましょうよ。だってね、したい。なんかいいメイクがあるといいんだけどね、本当に。なんか分かりやすいメイクがいいですよね、なんか多分。あ、聞いてほしい。あのね、ちょっと前に量産型メイクをやったんですけど、まあ見てくれた方も結構いると思うんですけど、量産型メイクの失敗っていうか、一個は量産型メイクと普段やってるメイクのあんまり差がないっていうから、なんかあんまりなんか変わった感じがしなかったっていうのと、二つ目は巻き方、髪の毛の巻き方を私は間違っていた。あの巻き方にもね、あの同じような巻き方してるように見えて、全然違う、なんかちょっとずつ違って、やり方がそのちょっとずつ違うのが結果的にすごい違いを生んだりするんですけど、その巻き方がすごい間違ってたから髪型もうまくいかなかったっていう、それがね分かったっていうご報告をしようと思ってたんだ、ずっと。すごい早口になっちゃったけど、そう、あの私巻いた時すごい細くなっちゃったんですけど、それをなんか太くする巻き方があって、そう、それがねちょっとあのなかなかあのできてなかったっていう、だからなんかすごい微妙な感じになっちゃったんですけどっていうご報告。そう、という感じです。そう、でもそう、多分そんな感じ。でもなんかだからなんか差があんまりないメイクじゃなくて、なんかそれこそ
多分地雷メイクとかなんかいつもとちょっと違う感じじゃないと画面越しだしなおさら伝わらないと思うので、なんかそういう奇抜なメイクじゃないですけど、なんかそういうのができたらなって。普通のメイクもまあありだと思うんですけどね、なんかメイクがさあんまり、まあ男子の方とかわかんないと思うので、なんか差がね分かりやすいものができたらなって思います本当に。そしたらね男性の方も楽しめるだろうし。そう、今まではね本当にメイク動画やっても男性とかはねつまんないだろうなと思って、あんまり、まあ、気分が乗った時はしたんですけど、そんなに積極的にやってはなかったんですけど、意外と男性でも面白いよってね言っていただけて嬉しいですね本当に。まあたまにはねやっていけたらなって思います。私も勉強いろいろね本当に今日もいろいろ巻き失敗して結果的にこういう髪型になってるんですけど、そうそういうところもね、まあ梅雨だからっていうのもあるんですけど、まあね研究しながら、ね、楽しく、ね、いろんな方が楽しめる配信できたらなって思います。まあ、あとはあのショールームで、あ755ではちょっとお話ししたんですけど、あのショールームでね皆さんと歯医者さんに行って親知らずを抜くっていう約束をしたんですけど約束をしたんですけど、あの今ね口角炎というものになってまして、こっちなんですけどね、そんな画面では伝わらないんですけど、この話したかなショールームで、いやしてないよね。そうだ、それであのお口を大きく開けれないわけですよ。もうあくびしたらもうへーってなっちゃうくらい痛いんですよ本当に。だから今治療ができないので、とりあえず約束破ってますっていう約束破ってますっていうご報告です。そう、口角炎です、ここに。だから約束、前回言った、あごめん言ってたらごめん、言ってない気がしたから、そう言ってた、ごめんいやだからスポーツ、約束破ってますっていうとこをね伝えとくわ。そう本当に、こうしたら若干明るくない？本当に本当にね、早く治ってほしいなって感じなんですけど、それも含め明日な、なんか見えないねって話めっちゃした気がするわそう、いやでも本当に約束って言ったから、なんかちゃんとご報告もするねって、進捗状況ちゃんと言うねって言ったから、ちゃんと報告しなきゃなっていうのだけがもう多分先走ってます頭の中そう、あ言ったわこれ話、あのストレスって言われることがストレスだよねっていう話めっちゃ熱弁した記憶あるわね、そんな感じです。ね、思い出したわ前回の話、なんか最後そういう熱弁をして終わった、ね、今日なんでそんな可愛い格好しとるのなんて、今日別に おじおばに会うからおしゃれしちゃったっていう、おしゃれしていくところもなかなかないから、
やっぱ家にいるとやっぱ楽なワンピースとか着がちなので、ちょっとせっかくお外出るし、おじおばに会うの、おじおばだっておじいちゃんおばあちゃんに会うのでっていうので来ました。でも去年の、でも今年全然洋服を本当に買ってなくて、去年めっちゃ愛用してた服で、今日初めて今年は着てたんですけど、なんかこういう服だったっけと思いながら着ております。そう、あ、おじおばってあのおじいちゃんおばあちゃんです略し方が気持ち悪いからあれなんですけど、おじいちゃんおばあちゃんです。本当に握手会とかないと本当にお洋服は買わないなっていう。あ、祖父母そう。そう。そう。この服は何が好きかって、私が好きなオフショルダーなんですよ。やっぱ夏は女の子オフショルダーだと思うの。オフショルダーなのと、あとやっぱ鎖骨がね綺麗に見えるっていう点がやっぱ素晴らしく、あのいいなと思いますよ本当に。あとね、このなんていうの、どうやって当てるかな、だからあんま意識すると出ないんですけど、この辺のさ筋とかがたまに時たま出るのがすごい好きで、私はね女の子のここの首の筋がすごい好きなんですよだからそこがねちょっと時たま浮き出る感じがすごいいいなと思って、そうで自分にも取り入れてるところでございます本当に。そう、でもなかなかね本当それこそあんまりお仕事じゃない限り、私服のお仕事とかじゃない限りはやっぱこことか日焼けしやすいので、なかなか着る機会というかはないんですけど、そう日焼けしないっていうのは今年の夏の一番の第一目標なので、そうもう塗る日焼け止め塗って、スプレーの日焼け止め塗って、飲む日焼け止め飲んで、で先にもあのスプレータイプの日焼け止め持って、まあ何かまあ時間が空いたりとかしたらまたね塗りしては努力はしてるので、なんかこういう服でちょっと無駄にはしたくないなっていうそのだからあれなんですけど、なかなか着てないんですけど、今年は本当にそれこそ T シャツとかこの辺が大体隠れるもの着てるんですけど、そう今のとこ日焼けしてなさそうだね。してます、地味に。多分腕はね焼けちゃってってるんですよね、地味に。多分いや家にいるだけでも焼けるからね。そう、そう足は私焼けない体質なので、足には全く日焼け止め塗ってないんですけど、そう感じで頑張ってはいます。そうなんで足は焼けんやろ。足はね本当にね焼けないんですよね、なんでか知んないけど、まあ、足首から下は焼けるんですけど、それ以外ふくらはぎ太ももはマジで焼けないんです。ふくらはぎすねとか焼けないんですよ、なんでか知んないけど。私の太ももはお餅ですお餅そう見せませんけど、見せませんけど、そう見せませんけど、なかなかやっぱ10位以内じゃなかったんで見せる機会もないかもしれないんですけどっていうまあ仕方ない、ぶり返すっていうそう
足はでも太もも太いからちょっと私は自分の足はあんまり好きじゃないんですけど、うん、ちょっと待ってくださいね。すごいめちゃくちゃ今更なんですけど、あれ、見つけれない。ゆうぽうさんが配信の初めの方にくださった頑張ったのくす玉の10連がタワーだったっぽくてすいません、気づかず。ギフトの何が何でこれがこれで来なかったっていうのがちょっとなんか把握しきれてなくて申し訳ないんですけど、しかもそれが出てこないっていうあれなんですけど、くす玉かける10。今だってちょっとすいません本当に全然くす玉10個がタワー相当っていうのに気づかなかった。すいません申し訳ない、本当に頑張ったわ。ホワイトボードとかも買い替えなきゃなと思いつつ、少々お待ちください皆様。オッケー。なんか前回も言った気がするけど、早くあのコラボ配信の機能も使いたいですね本当に。よいしょ。2020年7月12日、もう半分、7月も半分ですよ、怖いね。インク出ない、全く持ってインク出ない、ゆうぽうさんすごいめちゃくちゃ汚くて申し訳ないんですけどありがとうございます、すみません気づかなくて。普通にしますありがとうございますありがとうございます本当にね。いや皆さんも頑張ったわですよ、皆さんに頑張ったわあげたいあげたいっていうのはすごい上からみたいですけど、うん、いや皆様もお疲れ様でしたって感じですよ本当にね。な連打とかね連打なかなか大変ですよね、なんか
エヴァ…てんてんてん字は綺麗だって字綺麗かな。いやありがとうございます。絵は汚い、絵は汚いっていうか、あの下手くそなんですけど。でもなんか最近最近なんか本当に字とか絵とか習おうかなっていうレベルで本当に悩むよね、マジで。なんかこう、なんか筆ペンとかなんかやろうかなって思っちゃう、マジで。ね、本当にやっぱアイドル字と絵って大切やな、思うな本当に。綺麗な字だよ、だって。ありがとう。え、字綺麗わかんない。自分の字ってやっぱりさ綺麗に思えないっていうの、綺麗に思えないっすよ、思えないっすよ急に軽い思えないっすよ。でも本当に何回も言ってるけど、あの AKB 入る前にありがとうございますだけは絶対もう綺麗に書けなきゃダメだなと思って、アイドルとしてと思って、ありがとうございますをひたすら練習してた記憶めっちゃある。いや、ガサッ、なんかガサ、性格が出るよね、本当に。ガサツだからさ。さっきの方が綺麗かな。なんかさ、女の子っぽい、あ、女の子、いろんな私字体描けるんですよ。もう多分人が違うよね、この2つは。ちょっと字の大きさが違うけどさ、結構ね、いろんな、今までいろんな書き方を得て、この今のなんかいろんな、本当に時と場合によって全然字が違うんですけど。そうね、ありがとうございますだけは本当にたくさん練習しました。だからそれだけは綺麗かもしれない。あとまあ名前だよね。そう、でも、ま、私 まと A のバランスが下手くそなんですよ。自分の名前下手くそって結構終わってるんですよ本当にそうと思いながら、字がやっぱさ、字やっぱ文字やっぱなんかやっぱばっか言ってるけど、やっぱインタースマホとかパソコンとかで打ったやっぱね、字よりなんか自筆っていうのはやっぱ伝わり方が違うと思うので、なんかそういうのねできたらもっと綺麗にね、デコレーションとかねできたらいいんだろうなとは思うんですけど、本当にそうね、ね、いろんな人に練習、絵とかも練習すれば描けるよ、練習すれば誰でもできるからって言われるんですけど、私はもう過去に美術の先生、修理の先生、いろんな先生に前田は諦めなさいって言われてたので、本当にもう皆様諦めてくださいそう、諦めなさいってもう先生たちに言われてきたから、もう諦めてください、私の絵のうまさというのは。もう本当に諦めてください皆さんそう、他の分野、そう他の分野頑張るから諦めてください、そこら辺はそう、本当に廊下にさ展示したりするじゃないですか、そのなんか鑑賞の授業みたいな、いろんな子のね鑑賞して、この子の作品がこう思うっていうなんかね、鑑賞のお時間があった時に、先生が自分の作品、あの自分の作品見てる時に先生が横にスッと来て、あ、ちょっと前田はもう諦めた方がいいかもねって言われました。そうだから諦めてください皆様も
ね、絵が描けなくても生きていけるアイドルできるって思ってそう本当にもうその時の私ショックのあれは忘れたくないもん。小学校あれは5年生だったかな、5年生でさ、下手くそなの自覚してたよ、上手くなるのも自覚してた、なんかね自覚してたけど、なんかそこまで小5の私にそこまで言うかって、なんか次は頑張ろうねとかさ励ましてくれたっていいじゃないですか、ちょ前田は諦めた方がいいかもねって言われて、ちょっと傷ついたそう、しかもなんか変な絵を描くとかじゃなくてマジで下手な、なんかそれこそなんかずんちゃんとかなんか特徴的な絵を描ける、逆にそういう下手みたいな、下手かどうわかんないけどパターンだったらいいと思うんですけど、なんか何とも言えない下手さだからいじれないし、なんか普通にああっていうあそういう感じねっていう感じの絵を描く、本当にだからなんかネタにもできないし、そう面白くない下手っていうのが一番もう最悪ですそう最悪です、そういうのがね一番あの最悪ですよ本当にそうそうね、という感じです本当に。一回私習字だってさ、小学校6年生の時歴史っていう字を書かなきゃいけなくて、いいのが書けなくて居残りしたこともあるんですよ、帰りの会終わってみんなが帰ってからもずっと歴史っていう字を一生書いてたけど、先生にもうこれでいいんじゃないって言われて、いいよもう前田これでいいよって言われて出した記憶あるもんそうね、逆にそこまでさ美術と書道でそこまで言われるってなかなかだよねって思うよ私もね、ね、って思います私じゃあじゃあだからね、みんな才能あるよって言われるところを頑張りたいと思うミラーボールだイエーイそうでも今はそうボイトレに通ってるんですけど、まあ歌が好きなのもあるし、まあ歌ねあれもあるし、歌うのもお仕事ですのでやってるっていうのもあるんですけど、そう、それはここまで続くと思う、まあ空いてる期間もあるんですけど続いてるなって思う、自分の中ではね自分を褒めたたえたい部分なんですけど甘いかもしんないけど、それもなんか練習すれば輝くよみたいなことを、まあねそういう商法かもしんないけどそう言ってもらえたから、そう頑張れて、そう磨けば輝くとか、そんな言い方はされてないけど、そういいもの持ってると思うよって言ってもらえたから頑張れてるんです私はそうだからなんかね、いつか、まあ、まだまだかもしんないけど、そう頑張って、そうあとは本当に自己肯定感が低いってめちゃくちゃ言われる、歌からそれが伝わってくるって言われてるので私は可愛い、私は歌が上手なんだって思ってこれから生きていきます
うん。P ナウさん、熊タワーありがとうございます。そう、なんかさ、あの虹プロジェクトさんとかさ見ててさ思うけどさ、やっぱさみんなさ、どこ言ってもさ、自分に才能があるって信じ続けることが大切みたいなことはさ、やっぱさどこでも言われてることだから、やっぱなんか自分が一番の自分の味方になれるようにしたいなって。だからその分自分は自分に自信持てるくらい努力をしなきゃいけないし、そうだ、そこも含めて、そこをね、自分が自分の一番の味方になれるようにしたいなっていう思いでいます。本当にとっても自分に自信って難しいよね。なんでそう、でも私は自分のこと可愛いと思ってるからそう、そこだけは、いや私そう自分のこと可愛いと思ってる、そう思わないと可愛くなれないと思ってるのもあるけど、でも私は可愛いと思ってるから、そう急に自信満々、そう私は可愛い、私は可愛い、なんかカエルみたいになったな。クマってどんなんだっけ、ヒゲ生やしちゃったけど違うよねこれあれクマって、そう、だから私はそう可愛いっていうことは自信を持てる一つになるかもしれないから、なりうるから可愛くいいよって、いつでも可愛くいる、可愛さだけ、可愛さには自信持てるなって思えるくらいにしたいなって思ってますよっていう、なんか鼻の下長いな、ちょっと、いやでもこれ逆にこれ面白いからこれでいくっていうのはありだ。スペル間違えた。Pなおさん、熊タワーありがとうございます。ちょっと鼻の下が。ってなってるクマさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。ね、ちょっと鼻混乱系だよね。こういうクマさん。
昔よりはクマっぽい。そうかな。ありがとうございます。滑舌が本当に悪くてっていうか、喋りたいことがどんどん先走ってしまって、どんどん早く喋ってしまうんですよ。だから喋りたいことと口が追いつかなくて噛んじゃったりとか、聞きづらくなってしまったりするので。そこら辺気をつけていきたいなって思うって結構前から言ってるんですけど、なかなか治らないので、ちょっと口を大きく開けてやっていきたいと思います。嘘です。普通に喋るけれども、そう、なかなか喋るって難しいなって思います。本当にその喋り方いらんだって。そうね、高学年単位ですよ。しかもこの喋り方本当にいや普通に喋りますけど、でも気をつけようとは思ってます。本当に毎日本当に喋りたい意欲というか、喋りたい内容がどんどん先走ってしまって、たまに本当それこそ映像倉庫とかで自分の配信をね、見たりするんですけど、やっぱ聞きづらいなとか、なんか走りなんかね、口調が走ってるなとか思うので、本当にね、なんか聞いてるだけでリラックスしますみたいな配信くらいを目指してそうしたいなって思っております。そういう所存でございます。そうさっきこのあれがなくなってるっていう話がね出てたんですけど、今日はそうリモートでいろいろあったので、さすがになんか前田彩香ってなんかね、メンバーいろんなメンバーさんにアピールするのもちょっと違うし、なんかねと思って外しちゃってそのままだったんですけど、そう、という、感じです。かれこれ1時間半以上ですね。そろそろ終わろうかなって思っております。いつもよりスムーズじゃない、もうそろそろ終わりじゃねえとか、こうなんかっていう感じですって言ったら終わりだよねっていうやつをなしに終わろうとしている前田彩香ちゃん、成長うん、成長だよね、なんかという感じですって、そろそろなんか終わりたいなーっていう雰囲気をいつも出しちゃってるので、それをねせずにね終わるっていう成長そう、ね、よかったよかった。まあ本当にね、改めて本当に投票してくださったりとか呼びかけしてくださった皆さん、本当にありがとうございました。本当にありがとうございました。本当にありがとうございます。でそれこそ自分のねこれからの糧にもなりますし、そうね、本当にありがとうございます。それこそってばっかり言い過ぎだけど、この期間でねファンになってくれた方もいますし、本当にありがとうございました。またでこれからもなんて言うんですか、この雑誌に載りたいとかね、いろいろ配信していけるように皆様に嬉しいご報告ができるように頑張りたいと思います。そう
嬉しい報告はしようと思っていろいろなんか動いてたりはするんですけど、なかなかない実現にいかなかったりとかあって、なんかクソって思ってたりとかもするんですけど本当はね、そうだからなんかね、なんかいい報告がねまたできるようにこれからも頑張りたいと思うので皆さん応援よろしくお願いしますという感じで締めさせていただきます。本当にクソは言わないだってだってだってそうね、という感じでね、これからもぜひ、ね、前田薬図鑑とかもね投稿していってほしいですし、それこそ本当に見てますので、めちゃくちゃ見てるし、めちゃくちゃ見てるし、一人でなんかくすって笑ってたりとかもするのでぜひなんか皆さんがね、他のファンの方とか私のファンの方でもいいんですけどね、その前田薬図鑑見てなんか元気になったりとか、前田薬ちゃん可愛いって再確認できるねツイートとかねがいっぱい溢れたらいいなって思います。ということで、あーすごいいい締め方、自分で言うな、はいそうだから、ということでランキング発表しますね。本当にそう、ランキング発表しよう、ポンポンポン、じゃあ100位からいこうかな100位から爆読みします。でもさ、ちょっと読みづらくなっちゃったからなんですけど頑張ります。100位からちょっと間違ってたり読み方違ったりとかしたら申し訳ないんですけど、あの目つむってくださいいきます。100位から13位までは順位言わずにバーって読んでいきますね。いつさやさん、ゆしさん、かおるさん、さかざきさん、やすさん、みらいとさん、ききさん、あ、ぱっぱっぱ、ききさん、さくらパンダさん、あつさ、こうせい、渡辺さん、ぴおさん、ラブリーさん、たこすけさん、よしぐわさん、ソイミルクさん、ねん、みねまるさん、おじろうさん、ごろむらやま、ごろむらやまさん、しんかいさん、キリンさん、鬼達さん、マチオカシュさん、マサクサさん、アメトさん、アメトさん、ユメミさん、ヒーデさん、K.W さん、ロンリーザウルスさん、ココさん、オボサイ、オーバーサイさん、海と、風と海とさん、ウィーさん、ツッくんさん、ポンポン太郎さん、エンゼルンさん、ウォーターさん、ジュセイヨウさん、ジュセヨさん、ユーリさん、ワッキーさん、ウッチーさん、スモモさん、ヒロナさん、ヒロナさん、カナ PC さん、ユータさん、ジュラシックさん、チームエイトエイトさん、サンマルさん、モモピョンさん、ゴールド888さん、ホシケンさん、ヤタロウさん、エイちゃんさん、マイキューさん、ラクセルさん、チュアンキーさん、ケロちゃんさん、シナキューさん、ただいま考え中さん、ユーケミさん、タコウさん、ルカルカ47さん、テイチャさん、トシヤさん、サイトエギさん、君のホタルさん、ナオちゃんさん、カツさん、浜中さん、ユキネンさん、アヤさん、マックス鹿児島さん、ナガさん、ジョックロックさん、今日この頃さん、ハイホーレッツゴーさん、ボウヤンさん、チーフさん、ユウさん、アヤカワイさん、美学さん、丸岡ゆうきさん、中地さん、ジェイさん、レフさん、ヒサオさん、サワームさん、笑い男さんです。ありがとうございます。すごいなんか全然読み上げたことないって言ったらあれなんですけどなんかセブ島とかの時にはいなかった方がたくさんいらっしゃる、すごいありがとうございます。それでは13位からいってみよう13位 TY さん、
12位山ちゃんさん、11位マッツーマイさん、10位のんちゃんさん、9位ひろみど06193さん、8位これからもあんちゃんのことで、あんちゃんのことが大好きなゆきたんさん、7位サザエボンアットマークイベお疲れ様でしたさん、6位山っちさん、5位かずきさん、4位いそっちさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、上位になると知ってる方がたくさん、私も覚えている方がたくさんいらっしゃいますね。3位カズアットマークのナイロさん、ありがとうございます。そして第2位ピーノンさん、ありがとうございます。そして第1位はユーポーさんです。ありがとうございます。ね、タワーをつく、なんだっけ、頑張ったわーを気づかず申し訳ないです。本当にありがとうございました。本当にいや皆様ありがとうございました。長時間もね、しかもあのかなんだっけ、視聴者数のカウント数が変わったのに7858も見てくださってありがとうございます。本当にね、18763票、すごいすごい、パチパチパチだって、本当にありがとうございます。で本当にこれからもよろしくお願いしますそう、ありがとうございました。またお会いしましょうどうもどうもじゃないありがとうございました。バイバイ、バイバイだね、どうもじゃないねバイバイ、バイバイ。